お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていきますけど、今日はねこちら新カードを使ったロイヤルデリバリーミラーデッキをね使っていこうかなと思います。というわけでこれね、ロイヤルデリバリー今までタルババだった場所をねこのカードにね変えたんですけど、間違いなくですね防衛力がはるかに上がりましたね。なんかこうやっぱ今まで形を作ってこられる系だとしんどかったんですよね。このデッキ結構なんか軽めのユニットしかないんで、なかなかねこう大型を止めるっていうのが苦しかったんですけども、この箱にしてからねすごい防衛が楽になりましたね。よいしょ、とりあえずね間に合って OK。 これなんか厄介ですけどキングにしちゃいましょうか。はい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 、というわけでいててててて間に合い、よいしょ。なんで、こう、まあ、例えば、ゴレダクネ、ベビードラとか、こう、ゴブジャイ、スパーキー、ダクプリ、レイジとか、まあ、そんな感じでね、今まで来ていたやつの防衛が、やっぱ、すごい大変だったんですけども、よいしょ、この箱のおかげでね、なんか、胞子出しつつ、あと箱をね、トントンってこう、落としとけば、なんか、守れてるみたいなことが増えましたね。なんで、大型には非常に前より強くなったのではないかなと、個人的には思っています。まあ、やっぱその代わりね、やっぱ箱にしたことによって、まあ、あれですね、やっぱ何かを手に入れるためにはね、こう、何かを捨てなければならないみたいな感じの言葉あるじゃないですか。まあ、本当にその通りで、クロスボウに勝てなくなりました。マジで勝てないっす。クロスにはマジで勝てないっす。よいしょ、耐えます。なんですけど、まあ、それ以外にはね、結構本当に何でも勝てるようにというか、防衛力上がったかなという印象があるので、まあ、いいんじゃねえかなというところで、さあ、マジアチャは若干きつめですね。まあ、ですが、ロイヤルデリバリーを2発落とせば、ロイホグ多分、ほぼ全死ぐらいの、まあ、勢いだと思うんですけども、まあ、やっぱ若干ハードを取られてしまうと、言ったところで、頑張りたいですね。ここ来るかな。まあ来ましたね。取れね。ここで本当は箱落としたいんですけど、箱はたまたま今ないターンなんですよね。一個ずれてるんですよね、サイクルが。それが非常に辛い。そしてあのマジアチャが延命されるのも辛い。まあですが、まあ、箱落として当たるかな、これやばい。ワンチャン当たんない？まあまあまあ。範囲広いんでね、箱は。さあ、いい感じに箱がターゲット取ってくれています。まあ、ですが、このロイフグもね、防衛しなきゃいけないので、頑張ります。ナイス？生きる？生きろ？生きろ！耐えて。あー、耐えないか。まあまあまあ。で、ワンチャンこれ、端前マジやっちゃったから、貫く警戒の言うのなんですけども、いや、貫かれないのは貫かれないので、ちょっと苦しいですね。まあ、ですが、箱を落とせば、すべては解決と、言ったところで、からの攻めましょうか。これロケット押しいるんで結構いっていい気がしますね。さあ、からの全処理、全まとめ、全プリン。え、いいの走れ。あれ、間に合い。あー、遅い。走るのちょっと遅いですね。まあ、ですが、ワンチャン端前マジアチ来たら美味しい。来ないか。まあまあ。え、これ今、息切れ丼ですね。これ2体絶対厄介、相手からしたら。ん？しかも、これやってる。美味しい。え、言うの飛べ。あー、言うの飛んで。いや、いいね。いいね。ダメージ逆転。さからの、一回ここは落ち着きたいと思うところですが、端前プリンで削っていく。で、ロケット方式いることによって、相手は、このね、プリンの処理が厄介と。あ、待って、生きて。生きてほしいなからの、まあ、これ箱落としましょうか。箱落としてからのトルネも一応しておきましょうか。箱トルネで、まあ、綺麗に回収できると。あのマジアチャー、まあ、プリンセスでいきましょうかね。ディガーで削りつつ、まあ、こういったね、ロイホグとかにもね、箱はすごい優秀ですね。よいしょ。まあ、箱を通しとけばいいでしょ。あ、待って、ミスった。このトレーナーミスった。スケルトンとミスりましたね。まあ、ですが、いろいろ残っているのでいきましょうと。あ、プリンが2体いる。めっちゃ美味しい。ナイス？あ、待って、これ、あ、端目いきますね、あれが。あ、絶対来ると思った。届け。届きます。いて、届かない。なんで届かない。待って、コストが漏れてる。トリプルエリクサーですね。トリプルエリクサー大事にいきましょう。まあ、これは美味しい。これは美味しい。箱落としつつ、落とさなくてもいいかな。まあまあまあ。ユーの、あー、それうまい。
それはうまいですが、もうとりあえず端前プリン系なんかいっぱいしとけば相手多分絶対きついので、いっぱい出します。とりあえずいっぱい出します。いっぱい出してから考えてます。全ては出してから考えると、さあ端前プリンしつつ、オッケーユーノが入って、オッケーロケット星が入って勝てると。まあ本当に何言ってるか分かんなかったですけど、途中もごちゃごちゃしてしちゃうんですよね、高回転相手にはマジで。なんですけど、ちょっとゴレとかスパーキーとか来てほしいですね。なんかそういったものに対しては本当にこうロケット押しで全体にダメージ与えつつ、こう後衛をねデリバリーで時間稼ぐじゃないですか。そしたらその間にゴーレムとかゴブジェをトルネで緊起動してみたいなね感じのこともできるんですよね。それがねめちゃくちゃ綺麗なんですよね。決まると綺麗に防衛できて、なんか自然とねこう時間稼ぎに使った親衛隊のあれがねなんかミリ残りで残ってて、そのままロケット方針もカウンターつながってみたいな感じで、めちゃくちゃ綺麗なんですよね、あの形が。なんでこう大型と当たるとねすごい嬉しいんですけど、なかなか当たんないですね。そして来ましたペッカ工場。ペッカ工場にはねなかなか勝てないんですよね。あのやっぱタルババじゃないんで攻め手がねちょっと欠けてるんですよね。ウォン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 、箱落として、プリンもう一発、プリン一発足りないっすけど、まあロケット押しで消えるでしょう。よいしょ。というわけでこれはユーノの突進うまく使いつつ、まあダメージを稼ぎたいですね。非常に攻めましょうか。ここでね本当は攻めタルババとかあるとエレキとかなんかゴーストとか来た時にねいいんですけど、まあ防衛に徹した分ね攻めが若干弱くなってはいますが、あ待ってやばい、遅い、早く、オッケー、危ねえなー、遅いんすよね。ちょっとまあ工場ババとかの突進はね止まるんでありがたいですが、問題は僕が削り切れるかですね。さあ頑張りたいと思います。まあ楽してみましょうか一旦ね。エフェクトだけはかっこいい、正直、バレるのは迷惑言っちゃうとねあんま言いたくないですけど、さあこれね言うの飛ばしちゃおうかねーか、まあ一回待ってもいいけどね、どうせ。ああそうですね、よいしょ。うんからの箱を置きますよね。箱を置いて、よいしょ、箱取るね、 OP ですね。とりあえずディガーを適当に飛ばしてロケット押しでワンチャントップできる。オッケー、ロケット押し、オッケー、飛べ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 、オッケー、ナイス、いいね。よし、かもロケット押しがいいね。もう一発やれやれやれ、ギギギギ、お前らならいけるぜ。はじめプリンでダメージ稼ぐぜ。マジックアーチャーいないでしょ、しかもこれ。おー、なんか構え、なんかの構えが来てる。あ待って、これミスった、もう一発置いちゃおう。あ待って、ああ範囲が広いんですよね、結構思っている以上の範囲があるので。あこれ後ろに釣れる、後ろに釣れる、たまたま釣れんのかい。これちょっとやばいですね、ハードカウンターの流れ、ハードカウンターの非常にやばい、非常にやばいですが、箱2発落としちゃいましょう。ティン、一発目いきます。はい、次2発目いきます。たまたまなんか来たら美味しいですね。あ来たけど待って、いていていて、やばい、いっぱいやばい、いっぱいやばいですからのスケルト、うん、いやいいですね、今んところ綺麗に決まっています。さあ残り598、まあここはね一回箱落として我慢しましょうか。これ多分端前普通だったら来るんですよね。あまあまあそんな感じですよね、普通来るんで、これ一回待って箱落としたいですね。箱落としたい、箱さえ落とせればもう僕の勝ち。箱落としたらもういろいろ残ってるんで、オッケー、全部残ってる、これね。でこうなっちゃうんですよね、マジで。からのさあ行きましょうか。ティーン、必殺技ダブル、ダブルと名付けます、必殺技。そしてロケット押しでダメージを稼ぎます。そして箱落として、よいしょ。まあ、箱がねマジでね、あの形が決まってきた時の全処理できるのがねマジ気持ちよすぎますね。よいしょ。さあというわけで大型だとねマジで嬉しいですね。大型だと完璧に気持ちよくね防衛できるところを見せられるんですけども、ここは言うのがまずこのデッキね左右に振るのがすごい大事ですね。言うの届かないんで
湯のダメージ入れていきの。さあ、これは一回左側行っても右側に戻ってきてくれると嬉しいな。で、これ箱使っちゃうか。プリンでもいいんですけど。よいしょ。まあ、ちょっと楽しちゃう。さあさあ、で、このロケ砲が、そっちから、あい、逆のターンにダメージ入れていく。これちょっと延命したいけど、残るか。大丈夫ですね。勝手に残ってくれますね。あ、これディガ繋げたかった。あ、これ残るんじゃね？戻ってきて、まあ、さすがに残んないか。で、ここは、まあ、カード回しつつ、ディガーで攻めていって、よいしょ。このバルキリータインで抑えていきましょうね。さあさあさあ、相手のデッキは、なんだろうね、スケラかゴレかって感じの雰囲気してますけど、このね、スケラにもね、デリバリーめっちゃ強いんですよね。なんかスケルトン全部処理しつつ、全部処理しつつ、その後ね、箱から出てきた親衛隊がターゲットを取ってくれるので、スケラーにも結構優秀なカードかなと思っています。さあ、これね、ちょっとキング起動しちゃいたいですね。もしスケラーだった時に勝ち確になる。ダメージは痛いですけど、2回か。はい。まあ、スケラーじゃなかったとしても、まあね、キング起動はでかいですので、あ、これこれこれ、もうで、これなくて余裕ですよ、これ。だってもうキング起動してるんで、まず余裕ですし。あ、なんで本当にね、このデッキ使うではすごいキング起動できるだけ初めにしときたいですね。まともにスケラドとかと戦うと結構やっぱダメージ入っちゃうんで、できるだけね、前半にキング起動しとくと、まあどのデッキでもですけどね、トルネード入ってるデッキとかは、基本的に出だしにキング起動とかすると、後半すごいね、有利に持っていけると思います。なんで相性悪いデッキとかにも、そういうところのキング起動で最後の最後にね、今日勝ち切れたりとかもあると思うんで、キング起動はできるだけ狙っていきましょう。で、ベビー来たら延命したいね。カモン、カモン、来ない。とりあえずサイクか。暇になるんですね、このデッキマジ。暇になる、暇になる。これ延命したい。オッケー。うん、いい、いい。下からの相手はポイズン自体が打つ場所多すぎて困る、延命する、いや俺も困る、いろいろ困りますが、何も出さないのはもったいないと。さあ、バルキリーを裂いたので、このねロケット押し残ってくんねえかな。いいですね。いや残る残る、いや君ならいける、君なら残れる。よいしょ、オッケーオッケー、いい。ここでそして受けつつ、さらにもう一回攻めていきます。で、右側のプリンも相手はね、防衛しないといけないんで、オッケーオッケーオッケー。いいですね。いや、完璧ですね。あ、これ延命したい。延命できる。この延命が大事。さあ、ダメージ的には微妙ですが、流れというか、状況をリードしているのは僕だと思っていますが、さあ、ポイズン使ったので、ちょっとね、気にせずに一投出していきます。からの、そろそろディガーミラーとかしてもいいかもしれないですね。行きましょうか。まあ、あれか。行きましょうかと思ったんですけど、なかったですね。さあ、ディガーダメージ稼ぐ。で、左は待って、両方結構ダメージ受けてきましたね。やばい。やべ、これ全部美味しくいただかれるのやだ。延命したい。OK。ここで言うのですぐ攻める。そして逆サイドも攻める。大事。これ大事。どっちかがね、絶対金欠になる。金欠っていうのかな？ユニ欠？コス欠？とりあえず、枯渇するから。あー、ギャギャギャ、いいね、いいね。もう、もう、邪魔邪魔、もう、手出すな、手出すな。俺のユニットに手出すな、俺のユニットに。延命したい。延命、あー、延命下手っすね、僕。さては。さあ、これ、来ますね。絶対スケルトンラッシャーも打ってくる、これ。まあ、ですが、この新カードと、よいしょ。てか、新カードですね。あと、このバルキリーのダメージが入らなければ、さすがに、うえー、来たー、グッドゲーム。っていう感じですよね、結局は。なんで、キング起動さえしてしまえば、スケラに対してもね、余裕かなと、思います。ってなわけで、これね、ちょっと使ってみてください。大変ですけど、意外と楽しいんでね。てかもう、奉仕と、この新カード、すごいね、合うと思っているんで、よければ、使ってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。